皆さんこんにちは、ひなたです。こんにちは、小春です。今回は GU の11月30日の値下げ情報です。行きましょう。11月も終わり、もう年末ですね。小春さん、最近は何かいいことありましたか？はい、30日は大好きなアーティストとあいみょんさんの武道館ライブでした。私はなかなか抽選が当たらない人なので、今回のツアーも安定の外れで、今回は配信ライブを楽しみましたよ。ほう、いいですね。あいみょん、あいみょんといえば GU の公式モデルの中条あやみさんはあいみょんと似ていませんか？僕はあいみょん、中条あやみ、小松菜奈の3人はみんな同時人と思っていましたよ。衝撃。でもあいみょんさん、スタイルが評判なので GU のモデルをやってもらえると嬉しいかも。はい、ではでは話を戻しまして、レディースアイテムのランキングです。まず第5位はロングガウン、長袖1990円、軽いコートのような感覚で羽織れるニットガウン、黒もみさんからサイズダウンでスッキリ感。評価のポイントはサイズ、ブラウン、ナチュラル。普段 M サイズを買いますが、試着してみて大きめにふわっと着れたので L にしました。ブラウンを買うつもりでお店へ行きましたが、試着した結果ベージュを購入。ブラウンを購入する予定でしたが、店頭ではブラウンがなく、ナチュラルを試着したらすごく素敵だったので、結局ナチュラルの S を購入しました。第4位はボアオーバーサイズロングコート、長袖アンダーカバー1990円。はい、詳しいサイズは、評価のポイントはサイズ、可愛い、ワイン。普段カットソーは L か XL を着ますが、おすすめサイズが M になっていて、それを購入したらぴったりでした。膝下のコートが欲しくて急遽購入でしたが、見た目カジュアルすぎるかなと思いながら試着したところ、形が可愛い。ワインを買い物カゴに入れてあり、買おうとしたら完売してて、ナチュラルを買いました。第3位はブラボアラウンジパンツプラス X、 セットアップ可能、お値段は990円。寒い日にぴったりな裏帽仕様のラウンジパンツ。山口県の女性から、お腹から足首まで暖かい。評価のポイントはサイズ、ウエスト、ゆとり。足太短足人種でぴったりいい感じのサイズです。笑い、反転の袖と違ってガバガバのほど太く放っていません。ハイウエストもお腹が冷えないので嬉しいです。お腹はかなりゆとりがありますが、部屋着で密着するものも苦手なので、個人的にはちょうどいいです。第2位はオーバーサイズスウェットプルパーカ、長袖アンダーカバー、価格は990円。はい、詳しいサイズは、評価のポイントはサイズ、可愛い、オーバー。白を買うときはワンサイズ下げないと膨張しますね。からえい、パーカはメンズのものが欲しくて、こちらは勢いで買ったのですが、着てみたらめちゃくちゃ可愛いです。ネック部分が高くなっていて、顔周りがフードに囲まれるのもめちゃくちゃ可愛いし、紐を絞ってペプラム風にも着られるし、そのままストンと着てもいい。程よくガーリー、程よく辛口に収まって想定外のヒットでした。 S サイズだとぴったし、 M だとよりオーバーサイズ感がありますが、ウエストマークで締めても太ももまで隠れます。そして第1位はダブルフェイススリットプルオーバー、長袖990円。軽い着心地で肌触りが良いダブルフェイス素材で仕上げたプルオーバー。愛知県の女性から、ピンクの色合いが可愛く大人にも着やすいカラーです。詳しいサイズは、雪丈は長めです。評価のポイントはサイズ、ピンク、可愛い。156cm、61kg で L サイズで余裕がありました。スモーキーな感じのピンクなので違和感なく着れそうです。トレーナーを着ると、私の場合は部屋着感が強くあまり似合わないのですが、スカートに合わせたりラウンドのインナーを合わせるのに試着したところ、ダブルフェイスシリーズはツヤがあるので部屋着っぽくならず可愛く着れました。メンズアイテムのランキングです。まず第5位はコーデュロイワイドパンツアンダーカバー、お値段は1490円。はい、詳しいサイズは、渡り幅は少し広めです。股上はかなり深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。第4位はパデットコートアンダーカバープラス X、 お値段は2990円。はい、詳しいサイズは、
評価のポイントは、サイズ、プリント、大きい。第3位は、パデットツイルブルザン、アンダーカバー、プラスイン、お値段は1990円。はい。詳しいサイズは、評価のポイントは、サイズ、アイテム、ベージュ。サイズは思っていたほど大きくありません。丈は他のに比べると短いデザインですが、お尻も半分隠れるぐらいで着膨れしない程度に中綿が入っております。冬以外は使えるアイテムかなと思います。若い方、大人の方までおしゃれに着れる商品だと思います。 GU さんなん、ベージュじゃなく黒なら売れたかもしれませんね。第2位はグラフィックスレッドパーカー、長袖、アンダーカバー、1490円。はい。詳しいサイズは。そして第1位はパデットキルトブルザン、アンダーカバー、お値段は1990円。はい。詳しいサイズは。評価のポイントは、サイズ、ポケット、大きい。色はベージュしかサイズがなかったのですが、持っていない色は足で合わせやすそうだしと購入は。アウターで内ポケットがないのは非常に残念。大きいは大きいのですが、リブ部分が黒いので、実際の雪丈よりは大きく見えない気がします。動画の概要欄からリンクをタップすると、パーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードは、こちら。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、いいのが出ましたか？ GU、リブティアードコンビネーションワンピース、長袖、G プラス E、と、ユニクロ、ヒートテックニットレギンス、ですね。なんと、レディースのアイテム一覧、1ページ目です。レディースのアイテム一覧、2ページ目です。レディースのアイテム一覧、3ページ目です。メンズのアイテム一覧、1ページ目です。キッズのアイテム一覧、1ページ目です。キッズのアイテム一覧、2ページ目です。キッズのアイテム一覧、3ページ目です。キッズのアイテム一覧、4ページ目です。このチャンネルは、毎週火曜日にユニクロ、GU の値下げ情報を、詳しく紹介しています。価格、サイズ感、カラー、コーデを細かく紹介します。水曜日頃には、島村の新作情報を紹介します。毎週金曜日にはユニクロ、GU のタイムセール情報を、おすすめ順に、どこよりも詳しく紹介しています。そして週末には、週刊トレンドニュースを配信しています。SNS で話題のお洋服を、まとめて紹介します。見逃したくない、プチプラのお得情報やトレンド情報を、チャンネル登録してぜひゲットしてください。コメントも募集しています。よろしくお願いします。以上、今回は GU の、値下げ情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。次回の動画もお楽しみに。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。